今回はボクサーという道を選んだ末にパンチドランカーという厄介な病魔に取り憑かれてしまった世界王者たちを紹介します。ショッキングな映像も含まれますので耐性のない方はご注意ください。では早速いきましょう。蝶のように舞い蜂のように刺す。蝶のように華麗なフットワークで相手のパンチが届かない長い距離を保ちながら、チャンスが来たら蜂のように鋭い左ジャブを活用する。彼のボクシングスタイルを見事に表した言葉で、ボクシングファンでなくても誰もが一度は聞いたことあるのではないでしょうか。そうです、彼の名はモハメド・アリ。この有名なフレーズはアリのトレーナーであるドゥルー・バンディーニ・ブラウンによるもので、試合前によくアリとブラウンは肩を組んで一緒に叫ぶパフォーマンスを行い、観客を喜ばせていました。そんな陽気な一面を持っているアリは、1942年1月17日アメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビルで生まれ、カシアス・マーセラス・クレイ・ジュニアという名前でした。小学生になり、父から誕生日プレゼントで赤い自転車をもらい宝物にしていましたが、ある日その自転車が盗まれてしまいます。警察に届けた際に警察官に、盗んだやつをぶちのめしてやると話すと、その警察官は幼いアリに、強くなりたければボクシングをやれと言います。これが後のボクシング世界王者モハメド・アリの始まりでした。ボクシングを始めてからわずか2ヶ月でアマチュアボクサーとしてロニー・オキーフと対戦しました。彼もまたアリ同様デビューしたてのボクサーで、結果はアリの判定勝利となります。その後も自転車を盗まれた怒りの感情をぶつけるように練習に励みます。アリの通っていたジムには後に WBA 世界ヘビー級王者になる2つ年上のジミー・エリスも通っており、アマチュア時代に2戦1勝1敗という結果も残しています。アリはズバ抜けたボクシングの才能と実力をメキメキと成長させていきます。ケンタッキー州ゴールデングローブ優勝、1959年全米ゴールデングローブミドル級優勝、1959年1960年 AAU ボクシング競技ライトヘビー級2年連続優勝と次々に優勝を重ね、1960年9月に開催されたオリンピックに出場することになります。決勝で前年度ヨーロッパチャンピオンのポーランド出身ピトロシコスキと対戦します。試合開始前のコーナーでまさに蝶のようなステップが観客を魅了します。軽いジャブで様子を見ます。お互いジャブとワンツーの出し合いで出方を探っているようです。まずはピトロシコスキが仕掛けていきますが、蝶のようにヒラヒラとパンチをかわすアリ。続いて2ラウンドもピトロシコスキのパンチは空を切ります。パンチをかわしながらもアリの強烈なカウンターがヒット。確実にポイントを重ねていきます。ピトロシコスキのワンツー、しかし当たりません。最終ラウンド、アリの右ストレートが炸裂します。ピトロシコスキもすかさず反撃しますが、やはり当たりません。ピトロシコスキの一瞬止まったところにアリのジャブが2発続けてクリーンヒットします。勝利を確信したのか、アリの軽快なステップが余裕を感じさせます。最後までアリのペースで終了のゴングが鳴り、判定の結果勝利を収め、ローマオリンピックボクシングライトヘビー級金メダルを獲得しました。同年10月29日プロデビューします。ハニン・ハンセンカーと対戦し6ラウンド判定で勝利し、デビュー戦飾ります。またプロデビュー後すぐにイスラム教徒であることを公表して、リングネームをカシアス・マーセラス・クレイ・ジュニアからモハメド・アリに改名しました。1962年11月15日元世界ライトヘビー級王者のアーチ・ムーアと対戦します。試合前に控え室のボードにムーアを4ラウンドに KO すると書き残し、リングへ向かいます。そして宣言の4ラウンド目、1度目のダウンを奪います。続けて2度目のダウン、そして3度目のダウンを取って宣言通りの KO 勝利を収めます。1963年3月13日元世界ライトヘビー級王座挑戦者のダグ・ジョーンと対戦。この試合は6ラウンドで KO すると公言していましたが、結果は10ラウンド判定勝利での決着となりました。この試合はリングマガジンファイト・オブ・ザ・イヤーに選ばれることになりました。試合後に新聞社からは宣言とは違うということでバッシングを受けたようですが、個人的にはこのような試合前のパフォーマンスがより多くの注目を集め、ボクシング業界を盛り上げて報道関係も潤うと思うのですが、さあ続きに行きましょう。1964年2月25日 WBA、WBC 統一世界ヘビー級王者
当時史上最強のハードパンチャーと謳われたソニー・リストンとの試合が行われます。多くのボクシングファンがリストンにはかなわないだろうと言われる中、アリは全く恐れることなく自信たっぷりに勝負の前鉢のように刺すと言い放ちます。試合はアリの独壇場となり、6ラウンド TKO でアリが勝利し、 WBA、WBC の世界王者へと輝きました。試合終了後のインタビューで I must be the greatest、 私は最高でなければならないと自分自身に言い聞かせるように叫びました。そしてこの試合の後、正式に本名をモハメド・アリに改名しました。しかしこの改名が思わぬ事件へと発展します。政治・宗教的な問題が絡み、1960年に勃発したベトナム戦争への徴兵を言い渡されますが、それを拒みます。それによりアリは WBA、WBC 統一世界ヘビー級王座を剥奪されることになったのです。この時彼は無敗のままでした。1971年3月8日、王座剥奪後、当時 WBA、WBC 統一世界王座にいたジョー・フレイジャーに挑戦するが敗北してしまいます。アリのプロキャリアでの初めての黒星となったのです。1973年1月22日、フレイジャーはジョージ・フォアマンに敗退し、王座はフォアマンの手へと渡ります。そして1974年10月30日、モハメド・アリ、ジョージ・フォアマンの試合が行われました。ブランクのあったアリ、32歳に対してフォアマンは25歳と若く、40戦全勝 37KO の戦績を誇る史上最高のハードパンチャーと目された王者。フォアマンが圧倒的優位と見られ、フォアマンの敗戦を予言する者は誰もいませんでした。後にキンシャサの奇跡と呼ばれる奇跡が起こります。新王者となっていたフォアマンをアリが撃破し、見事3年7ヶ月ぶりに王座へと返り咲いたのです。最後の一撃のシーンは鳥肌ものです。背中をロープにつけながらも相手のパンチを腕でブロックします。後ずさりが目立ち、防戦一方になっているようにも見えます。これはフォアマンの体力を消耗させて最後に逆転するというアリの作戦だったのです。アリがコーナーに追い詰められたように見える状況です。2、3発のパンチの掛け合いをしながら、フォアマン疲れたのか立ち位置が入れ替わります。その次の瞬間、アリが一気に畳みかけ、最後は右の強烈なストレートをお見舞いします。フォアマンはそのまま10カウントで沈みました。いきなりの出来事に観客席はスタンディングオーベーションです。アリがルーパードープと名付けたこの戦法は、相手がパンチを出しながら消耗している間、追い詰められたふりをするという意味のボクシング戦術用語として使われています。しかし奇跡の世界王者に輝かせた戦法が彼の人生に深い影を落としてしまいます。パンチドランカー。パンチドランカーとは、パンチなどの強い衝撃を度重ね頭部へ受け続けると発症する可能性のある病で、症状は初期には頭痛、感情の変動、うつ、攻撃性、怒りなどや短期記憶の障害等で、進行すると認知症やパーキンソン病を発症してきます。体の震えやふらつき、ろれつが回らないなど、酔っ払いのような症状から、パンチとドランクでパンチドランカーです。慢性ボクサー脳症、外傷性ボクサー脳症とも言われたりします。アリが王者に返り咲いてからは、防衛戦で得意のループアドープ戦法を多用することで、追い詰められたフリをすることから、必然的に多くのパンチを受け続けました。1981年の引退から3年後、1984年42歳の時にアリはパーキンソン病に侵されてしまいます。1996年アトランタオリンピックの開会式で、彼の痛ましい姿は忘れられません。女子水泳選手のジャネット・エヴァンスから聖火トーチを受け取り、震える体で聖火を必死に掲げます。私生活では4度の結婚に9人の子供たちがいます。波乱万丈な一面もありました。リング外でも黒人差別と戦うなど、強烈に記憶に残る、まさに伝説のボクサーでしょう。2016年6月6日、肺血症ショックで74歳で死去しました。続いてはウィルフレド・ベニテスをご存知でしょうか。1958年アメリカ合衆国ニューヨーク州に生まれました。
7歳の時に家族と一緒にプエルトリコに戻ります。元ボクサーの父グレーゴリオの指導を受けるも大変厳しい練習だったため、その反動もありプロ入りの時点ではすっかり練習嫌いになっていたようです。その証拠に試合前1週間の練習だけで調整したという話もあるそうです。1973年11月22日にプロデビューして、1976年 WBA 世界スーパーライト級タイトルマッチ、対するはアントニオ・セルバンテス。1ラウンドセルバンテスはジャブを一発一発放ちます。ベニテスはジャブを連打で入れていきます。2ラウンド互いに警戒している様子でディフェンスが目立ちます。フットワークも軽く、お互いなかなかクリーンヒットもありません。ベニテスからの渾身のストレートですが当たりません。対するセルバンテスからも思い切った右ストレートを放つも当たりません。11ラウンド激しい打ち合いになります。しかしお互いに決定打はありません。両者譲ることなく同じ調子で最終ラウンドを迎えます。そして最後まで激しい攻防は続きましたが、決着はつかず判定に持ち込まれました。結果は 2-1 でベニテスが勝利を収め、彼は最年少17歳6ヶ月で世界王座という栄光を手にします。1979年1月 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、カルロス・パロミノに15ラウンド判定勝ちを収め、同王座を獲得し2階級制覇に成功しました。そして1981年5月 WBC 世界スーパーウェルター級タイトルマッチ、モーリス・ホープと対戦し12ラウンド KO 勝ちを収め、同王座を獲得し、彼は WBA 世界スーパーライト級王座、WBC 世界ウェルター級王座、そして WBC 世界スーパーウェルター級王座と3階級制覇に成功するのです。そんな最年少世界王者に輝いた彼もまたパンチドランカーに侵され悲惨な人生を歩むことになるのです。ろくに練習をしなかったせいか、パンチをもらうことが多くなってしまいました。キャリアの晩年、すでにパンチドランカーの症状が出始めて、プエルトリコでは医学的な出場停止処分が出されていました。しかしファイトマネー欲しさにアルゼンチンへ向かいます。試合前のメディカル検査に引っかかったにもかかわらず試合は行われました。当然試合には負けましたが、追い打ちをかけるような悲劇がベニテスを襲います。ベニテスの試合を組んだプロモーターがパスポートを盗み、ファイトマネーも払わずに消えてしまったのです。パスポートを失ったベニテスは出国できず、お金もない状態で貧しい霧がかかったサンタの路上で何年も過ごすことになりました。プエルトリコ政府が国民的英雄の行方を捜索したことで救い出されました。パンチドランカーの症状が明らかで、脳に障害を抱えた状況でリングへ戻り、無茶な試合を4度も行ったのです。これがとどめになりました。最年少世界王者は完全に壊れてしまいました。引退した今でも廃人同然の姿が時折メディアに流れます。彼はもう一人でまともに生活できません。自分が誰かも分からず、心を失ってしまった状態にあります。24時間の介護が必要な状態で、姉と一緒に安らかに暮らしているようです。最後に紹介する悲劇の世界王者はメルドリック・テイラー。1966年アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれ、 IBF 世界スーパーライト級王者と WBA 世界ウェルター級王者の2階級制覇を果たした王者です。1984年ロサンゼルスオリンピックフェザー級金メダリストでもあり、同年11月プロデビュー戦で1ラウンド2分31秒の TKO 勝ちで鮮烈なデビューを飾ります。翌年7月ロベルト・メディナと対戦し6ラウンド 3-0 の判定勝利を収め、その翌年も5月11日ハロルド・ブレイザーと対戦し10ラウンド 3-0 の判定勝利を収めます。そして迎えた世界戦、1988年9月3日 IBF 世界スーパーライト級王者バディ・マクガードと対戦し、序盤は速いジャブの打ち合いになります。ジャブでは互角の勝負といった感じですが、左右フックの連打でテイラーが上回ります。テイラーにはスピードがある選手というイメージですが、力強い連打を放ちます。
そして12ラウンドでマクガードがこれ以上戦えないとセコンドが判断します。セコンドが白いタオルを持ってリングに入り試合を止めます。どちらにもダウンシーンはありません。テイラーのスピードとパワーが優れていたようです。12ラウンド2分 TKO 勝ちで王座を奪い取りました。1991年1月19日 WBA 世界ウェルター級王者アーロン・デイビスと対戦し、12ラウンド 3-0 の判定勝利で2階級制覇に成功し、以降も WBA 世界ウェルター級王座を2度防衛し、 IBF 世界スーパーライト級王座も2度防衛しています。そして今回の王者もパンチドランカーの餌食となりました。1990年世界王者になった年、流暢にインタビューに答える様子です。こちらは2002年、口調や声のトーンから話しづらい様子が伝わってきます。38歳という若さで背負ってしまったパンチドランカーという病はどれだけ彼の心を蝕んでしまったのでしょうか。想像もつきません。病と戦っている最中の出来事でテイラーは警察沙汰を起こします。武装をして警察官に抵抗をしたとして逮捕されてしまうのです。2019年6月4日、テイラーが自身が所有するアパートから男性に立ち退きを求めますが口論となり拳銃を向けて恫喝しました。アパートに立てこもったためスワットが呼ばれる事態になります。90分後に投降しましたが、暴行やテロによる脅迫などの容疑がかけられたんです。これもパンチドランカーの症状である感情の変動、鬱、攻撃性、怒りなどが影響してしまったと言われております。いかがだったでしょうか。パンチドランカーという大きなリスクを背負い、ボクサーたちはリングに立っています。非常に悲しい出来事ではありますが、彼らは命を懸けて我々にエキサイティングな試合を見せ続けてくれます。そんな彼らを応援してくださる方はいいねボタンで知らせてください。それでは次のリングでお会いします。ピース。